ろんな歴史を俺たちは背負ってきたし、これからも背負っていく。だけどね、今日また新たな第一章の始まりかな。みんなこれからも応援してください。本当に今日どうもありがとう。はい、老人の皆さん、日本公演初日、お疲れ様でした。まあ、感動のあまり、ステージ上で、まあ、涙を流しているアーティストの方もいらっしゃったと思うんですけど、僕は笑ってしまいました。どうもこんばんは。今日なんですけど、まあ、いろいろ言いたいことはあります。で、皆さんも、気になっている方は多いと思うんですけど、まずはじめに言いたいのは、感謝しろよ。まあ、それ何かと言いますと、あまりに歓声がなかったんですよ。先ほどご覧いただいたこの最後あるじゃないですか、このバンザーアイテムとか、音ないです。音全くなかったんで、僕編集で音入れてるんで、ところどころ音入れないとあまりに寂しかったんですよ。はい、ということで、今日は、現実を知った老人たちっていうテーマで話していこうと思います。で、早速行きたいんですけど、まずはじめは、弟さんですね、まあ、クソメガネの、クラウドファンディング、まあ、ぼったくりプロジェクト、見ていこうと思います。残りは4日です。で、82% いくらですか、2460、まあ、2460万です。で、クソメガネに言いたいんだけど、残り4日で、まあ、現在2460万、残りが540、まあ、540万だよな。まあ、ファンに頼ってる、まあ、ファンに頼るというか、ファンの金だよな。まあ、ファンの金だけだと、不可能なんだよな。でも、まあ、知ってると思うんだけど、まあ、1000万振り込みがあったわけじゃん。ということは、まあ、実際の金額っていうのは、1460だよ。もう半分にも達してないっていうね。もう諦めようって話なんだけど、まあ、この着ぐるみがね、まあ、デビューするって、まあ、発表あったんでしょ。まあ、これがデビューするってね、皆さん分かってると思うから、まあ、この金額はどうでもいいんだけど、まあ、俺が気になるのは、お前のツイートなんだよね。最終日ですね。この31日に、こいつが振り込むのか、まあ、M が現れるのかどうなのか分かんないんですけど、まあ、こいつが最終日に、まあ、なんてツイートをするか楽しみなんだよな。これがエクサシー魂だみたいな、そんなバカなツイートがあっても、まあ、このチャンネルで、紹介しようと思います。はい、ということで、ここからは、昨日ラストロックスターズが、まあ、クソジジイが、日本公演の初日を終えたということで、まあ、そのことについて、まあ、いろいろ話していきたいんですけど、まずはこちらをご覧ください。今日も、ライブを行います。まあ、2days なんで、まあ、同じ有明アリーナで、ライブを行います。で、こちらが日程になっております。で、まあ、前回に引き続き、まあ、VIP だけ、まあ、拾ってみました。で、見つけることができたのが、こちらです。まあ、1枚だけなんですけど、8万円です。まあ、良心的じゃないですか。で、同じことを言いますけど、詐欺の恐れもありますんで、まあ、僕のせいにしないでください。で、まだあります。ライブビューイングです。で、皆さん覚えてると思うんですけど、本日27日のライブは、まあ、全国各地の映画館で、生中継されるみたいです。で、定価が5500円だったと思うんで、まあ、3500円は、まあ、良心的、まあ、安いんじゃないかって僕は思います。まあ、それ以外にも、まあ、4000円だとか4500円とかあったんですよ。で、僕思うんですけど、映画館って、見に行くためですよね。見に行くためにチケットを買ってるのになんで売ってんのかってね、僕金額とか関係なく思いました。で、同じこと言いたいんですけど、まあ、これも騙されても、僕のせいにしないでください。で、次は、貧乏人が集まるメルカリコーナーを見ていきたいんですけど、まあ、昨日のライブが、何時に終わったのかは僕は知りません。僕は知らないんですけど、まあ、出品されてる時刻を見る限り、0時前ですよね。まあ、お金に困ってる方が、本日も、何人かいらっしゃるんで、まあ、一部ですよ。ほんの一部なんですけど、紹介していこうと思います。まずはこちらです。VIP の、記念品一式。まあ、こちらは売れてるんですけど、3万5000円です。
なぜ売るんでしょうか。いらないっていうね、まあそれ理由にならないですよ。だってそうですよね。まあ数時間前にライブが終わって、ね、もお土産としてもらってるわけじゃないですか。まあ記念品としてもらってるのに、もういらねえよってまずならないですよね。まあこういうのは貧乏人ですよ。小月です。で、次小月こちらですね。電話ではないですよね。ペンライトと、紙吹雪付きって、これ1万円です。で、ルナシーだと、まあ、銀テープだったと思うんですけど、紙テープになったんですかね。まあ、売られるからなんですかね。まあ、銀テープがあったのかどうかわかんないですけど、まあ、メルカリには、まあ、出品されてなかったです。で、あと1件なんですけど、こいつはガチでイラつく。これ何かと言いますと、こちらです。どこの誰か知らないですよ。どこの誰か知らないですけど、このラストロックスターズ直筆サイン色紙で、このなんかセットじゃないですか。で、金額超えじゃないですか。まあ、金額ね、これ安いとは言えないですよね。で、何がこいつイラつくかと言いますと、まあ、こちらをご覧ください。まあ、商品の説明欄の、下から2行目ですね。大事なものでお金に困っているわけではないので、ラストロックスターズ日本公演中のみの出品を予定してますってね、書いてるんだけど、お金に困ってないやつがこの金額じゃねえじゃん。ですよね、東京にお住まいの、クソババアの主婦のね、その後は、ね、言いませんで、まあこれだけだと、まあ、こいつが小敷かどうかわからないわけじゃないですか。まあ情報の角度として、まあ、薄いんじゃないかと、まあ低いぞって思ってる方もいらっしゃると思うんで、こちらをご覧ください。まあこいつの、まあ、それ以外の出品リストですね。まあこの金額ですよ。まあ高いのしかないんですよ。でこれが本物かどうかわからないんですけど、それ以外にこれですよこんなもん誰が買うんだっていう話なんですけど、ラスト1枚はこれです。XJAPAN ヒデ直筆サイン色紙33333っていうね、これ売れてるんですけど、皆さん気をつけてほしいのは、まあ、自分で買い取って、まあ、売ったことにできるわけじゃないですか。なので、こういうやつに引っかかるって言っていいのかわかんないんですけど、まあ、僕は金に困ってるただの小好きだと思うんで、これが本物かどうかもわからないんで、皆さんは、ぜひ気をつけてください。で次は、コメント紹介に移ろうと思うんですけど、まあ、今回は YouTube からではなく Twitter からですね。まあ、昨日ラストロックスターズが Twitter のトレンドに上がってたんで、僕の Twitter でも、まあ、写真付きで、何枚か、何度かツイートを残しました。で、多くの方が、まあ、ご覧いただいてくれたと思うんですけど、まあ、どうもありがとうございます。まあ、ありがたいことなんですけど、コメントは消さないでください。その理由ですか。このチャンネルであなたのコメントを、紹介するためです。で、早速いきたいんですけど、まずはこちらですね。アンチツイートすんなしっていうコメントなんですけど、これプロフィール画像を見る限り小人のファンですよね。小人のファンの方だと思うんですけど、ラストロックスターズ行きました？まあ行ったのなら、感想を聞かせてほしいです。まあ彼小さいんでね、まあ見えたのかどうかわかんないんですけど、まあこれからも応援してあげてください。で、あと一件コメントがあります。これは誰が撮影したのですか？オンリーさんが、撮影したのは嫌なら見るなって感じです。わざわざあちら見に来られたのでご苦労様。よしきさんが遅れる予想し、みんな会場の外にいると思いますってね。しょうもねえコメントどうもありがとうございます。で、この撮影したっていうのはこちらですね。サムネなんですよ。これを見る限りガラガラじゃないですか。これもう客いねえじゃんって僕思ったんですけど、まあ、これ以外にこれもですねこれもいなくね。これもいないと思います。で、これだけだと、ちょっと納得いかないと、あれこれさ、ライブ5じゃねえのみたいな。もうライブ終わってからさ、これでね、お客さんがさ、すぐ出ないで待ってたんじゃないのみたいなね、思ってる方いらっしゃると思うんで、映像あります。今回は、撮影 OK なんですよ。ありがたいことに。これが、証拠です。どうぞ。はい、ということで、まあ皆さんどうでした？まあ先ほどのこちらですね。まあこちらの写真はこれ2、3分前なんですよ。まあ開演19時なんで19時の2、3分前の写真になります。で、この状態なんですよ。で、先ほどの映像っていうのは、今回のライブってそもそも40分か45分押してたらしいんですよ。だから、スタートが7時の、まあ、40分とか45分だったらしいんですよ。で、7時過ぎですよ。先ほどの映像。昨日もさ、クソ寒いのに外で待ってるわけねえじゃん。で今回で分かってくれたと思うんですけど、まあいいですよ。いまだにブー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 垂れるやつは、まあ、気持ち悪い信者が、まあ、多いっていうのは分かってるんで別にいいんですけど、スマートフォンって便利ですよね。撮影って便利だなと僕は思います。あれだけ空いてんだぜ
これでさ、自信も分かったじゃない、ステージに立ってさ、あれ、そこ空いてんじゃんみたいなね。そんなもんなんです。あなたたちはもう終わりなんですよ。もう終わりというかもう終わってますよ。もう去年のルナシーの日本武道館からおかしいと思わないの？あの日本人を日本人はもうこの金額じゃないですか。まあルナシーじゃないですか、このクソジジイは。まあこの金額じゃないですか。でウクライナ人を無料でライブに招待して、で日本人からむしり取って、まあ海外に挑戦するっては言ってるんだけど、もう海外のファンを集めようとしか思ってないんですよね。まあそれを読めないっていう、ゴミ信者さんまあ多いと思うんだけど、いまだにさ1万人もさ、そんなバカが集まってる、すごいよね。だから日本ってさ、詐欺被害多いんじゃないって僕は思ってます。まあ僕はどうでもいいんですよ。動画のネタにできれば、まああなたたちね、まあ信者だろうが、どんなコメントだろうがね、これからも動画で、もう皆さんにね、報告していこうと思います。で、あと、セットリストですか。まあセットリストを知りたいっていう方がいらっしゃったんで、いろいろ調べた結果、まあ探すことができました。こちらです。どうでしょうか。1曲目から、ザ・ラストロックスターズ、2曲目とかこれ知らないですね。3曲目なんか新曲とかなってますけど、これ見て、あのさ、なんかどうでもいいくだらねえカバーのセルフみたいなね。ひどくないですかこれ。あの、XJAPAN もあるんですよ。もうこうギターソロとかバイオリンとかなんかあるじゃん。ピアノとかさ、もうどうでもいいやつあるじゃん。これね、ギターソロとかかけていいかわかんないんですけど、一応今が流しますね。今流すとか映像あるんですよ。映像あるんで、ちょっと YouTube に上げた時に、著作権で引っかかる場合があるんで、まあそしたらちょっと映像消します。なのでちょっと聞いてください。はい、ということで、まあギターソロはまああんな感じです。まあ曲聴きたいと思っている方いらっしゃると思うんですけど、まあ曲はアウトなんですよ。まあ引っかかっちゃうんで、やめておきます。で、セットリストまだ続きます。全部で20曲って言っても、まあどうでもいいね。ギターソロやらドラムやらピアノ、バイオリンとかさ、そんなくだらないので時間を挟んでるっていうね。ことですね。で、ここで XJAPAN のコピーもありましたよ。Born to be free とかね。もう誰が聴きてんだって話なんですけど、あと、ハニーもやってたんですよ。小人のハニーも映像でありました。で、あと何でしたっけ？これ、19ですね。19のグラマラススカイってさ、中島美嘉さんですよね。中島美嘉さんとカバー曲やってんすよ。もうね、もういい加減さ、曲もないんだし、もう引退しろって僕は思うんですけど、まあ気持ち悪い必死んじゃうね、未だにわーって騒ぐでしょ。で、これ X の紅でしたっけ？ X の紅も、これしょうもないっすよ。ヨシキピアノで、あと楽器なし。楽器なしで客歌ってんすよ。本当ですよ。ツイッターにありますもんね。もうヨシキピアノ弾いて、ね、客に歌わせて、ヨシキは途中でさ、ワンモアとかって言って、まだ紅のサビの部分から客に歌わせてるっていうね。もうどうでもいい。家でやれよっていう話なんだ。こんなにさ、あ、こちらご覧ください。この金額だよ。バカじゃねえのこいつだって思うんだけど、はい、これからもね、いいんじゃないですか。通ってくださいよ。僕のネタになってくださいよ。僕の収益になってくださいよ。はい、ということで、こんな感じです。まあ他にも映像使いたいんですけど、まあツイッターの方で、まあね、やられてない方もいらっしゃると思うんですけど、もう頑張って、YouTube でもね、上げることができたら、上げてみようと思います。まあこれからも、これからもというか、明日も、この話題で、続くと思います。
はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。